なんだろうか、いろいろ難しいですよね。まあ、とりあえず、まず使ったのか。どうかな。3人の位置は固まってるからね。リスクも、3人同じ位置の方がリスクが出てくる。出して捕まるより。これ右に行きますよ。これでつけてる人に迷惑かかってる。いや、道邪魔だろう。フェンミンもか。カラスにあれにまみれてんの？カラスまみれになってる。フェンミンもカラスになったの？意味ない。ああ、バレンタイン。よし、まず最悪の状況を出した。ここから難攻不落で、なぜか固まってるのがよくわかんないけど、あ、だから挑まないと。ああ、ここ回った気がすんな。タラス出してんだろ、こいつ。で、ここ回ったんだろう。だよね。あいつ、タラスをやってる。高レベル。
僕の側が行かないと前開かれない。ここはない。意外と奥にあるとかない。僕の側はやっぱ必要じゃん、これ。ここが思う。ここがないとやっぱり無理じゃん。ここが最重要じゃん。ここがないければキラーは、ここが向こうのためにもここで戦わなきゃいけないんだもん。ために必要なんだよ、ここが一番。さっきのトラッパー戦の戦略ミス、もう一度反省する。3点で回した方がいい、逆ない。1点で回すことは致命傷につながるからね。どうせ動画にカラスって言う。気持ちいい。うー、気持ちいい。はい、最高でした。溶岩音だからか。だから俺のはカラスで他のところは直接来てるんだ。そういうことなんだ。カラス？なんだ？カラスが見える際に何をする？どういうことよ。それがアーティストとどういうふうに、なんか、使ってねえから、その、使ってる人はピンとくるけど、使ってないとなんかよくわかんねえこと書いてるな。待機時間が4、消えるまでの待機時間が4秒増加することは何かメリットなの？デメリット？